품바퀴 가족 皆様こんにちは、ふんばきです。ふんばきチャンネルは韓国人、저는한국인입니다。韓国人が韓国コスメを成分分析し、成分よく効果のある韓国コスメを伝えるチャンネルです。まだ小さい効果を感じれるスキンケアラインと韓国カラーコスメも伝えています。スキンケアは口コミではありません。コスメは成分です。もう口コミで失敗するスキンケアはやめて成分を見て選びましょう。ふんばき家族皆様、こんばんは、ふんばきです。今年もいよいよ残り何日です。今日の動画が今年の最後の動画になります。2021年は本当にお世話になりました。家族皆様ありがとうございます。そして2022年もよろしくお願いします。今日はレチノール商品を3つ紹介します。マモンド、イニスプリ、シドムルです。まず、レチノールの重要さについて説明します。レチノールゲリッツの重要さはこの順番です。パルミチン酸レチノール、レチノール、レチナルです。この3つは肌に吸収されると、レチノイン酸に変わります。この3つの商品は全部レチノールが配合されています。一番最初に紹介する商品はマモンドパクチオルレチノールクリームです。これが全成分内容です。セセ水、プロパンジオル、グリセリン、トリカプリル酸、カプリン酸、グリセリルがベース成分で、他にも良い保湿成分で構成されています。成分後ろにレチノールが 330IU、パクチオルが 100ppm 配合されています。レチノール 330IU は、このクリーム 60ml に対して 0.1089mg です。本当にスポイド1滴ぐらいのレチノールが配合されてます。パクチオールは 100ppm 0.01% なのでほぼ入ってないに近いです。ですのでレチノールもパクチオールもほぼ入ってないのでレチノールやパクチオール超入門として使うのには良いです。高濃度でのレチノール効果が欲しいという方にはおすすめしないです。では使用感です。粘度の低いクリームが入って塗りますとスルスル塗れるクリームで葉っぱの香りがほのかにします。全般的に塗りますと冬に使うのには保湿力が足りないです。ナッツに使うとちょうど良いくらいの保湿力です。ベタつき感もないです。次に紹介する商品はイニスプリレチノールシカリペアアンプルです。こちらも 500IU レチノールが入って30ml に対して 0.105mg 配合されているのでレチノールがほぼ入ってないに近いですが他に配合されている成分がとっても良いです。レチノール以外のベース成分は保湿成分、シカの鎮静成分3つとアラントインが配合されて肌の鎮静もできて保湿もできる。それに低濃度のレチノールとサリチル酸が配合されてますので軽く角質ケアもできます。ニキビ肌、姿勢肌にはとっても良いセラムとなります。レチノールはニキビ肌の皮脂分泌を調整して肌の赤みも取ってくれるのでとっても良いです。肌トラブルや肌を鎮静させながらニキビケアがしたい。だけど高濃度のレチノールは負担になる方におすすめします。サリチル酸が配合されてますので超敏感肌にはおすすめしないですが、レチノール入門にはとっても良いセラムです。では使用感です。若干薬っぽい香りがする液体で塗りますとスルスル塗れるタイプでベタつき感は一切ないです。ベタつき感はないですが塗りますと肌がしっとりするセラムです。次に紹介する商品はシドムルドクタートラブレチノールセラムです。 32g に対してレチノールが 1.1% 配合されてますのでかなり高配合です。レチノールに慣れてる方におすすめします。
ベース成分はセセ水といろんなエキスがベースになってます。一番多く配合されてるエキスはアサイ果実エキスで、アサイ果実エキスに含まれてるアントシアニンは老化の主犯である有害酸素を除去してくれます。ですので抗酸化作用します。他に入れてるエキス類もベリ類で、抗酸化作用するエキスをいろいろとたくさん入れてます。本当に老化防止に力を入れたセラムです。ここでレチノールの効果について少し説明します。レチノールは皮脂分泌を抑える機能と肌のターンオーバーを早くしてくれるので、古い角質が溜まってニキビができやすい環境からニキビができにくい環境にしてくれます。それに皮膚表意を強くしてくれるので、角質層を健康に保つのに役立ちます。私たちは紫外線を浴びるとエラスチン繊維が弾力を失って切れたりします。これがエラスチンです。レチノールを塗ることでエラスチンの弾力性をアップさせて、強くすることで肌弾力がアップします。それにコラーゲン再生を促進させますので、シワ改善にもなります。まだ肌奥、神秘層の水分量も増やしてくれるので、肌をしっとり滑らかな肌にしてくれます。ですのでニキビ肌の方にも、肌弾力とシワに悩みを持つ方にとっても良いのがレチノールです。レチノールは長らく使用することで効果が出ますので、3ヶ月以上使用することをおすすめします。まだ最初からたくさん、幅広くたくさん使うと刺激になる場合がありますので、シワが気になるところから少しずつ慣らしていった方が敏感反応出ずに使うことができます。決めた場所だけに塗るとターンオーバーが早くなって皮がむける場合もありますので、参考にしてください。刺激を受けた場合は使うのをやめて、落ち着いたらまだ使う感じでレチノールを少しずつ慣らしていくことが大事です。敏感肌にはとても刺激になる場合がありますので、できれば敏感肌にはレチノールはおすすめしないです。先ほど言いました通り、レチノールをうまく使うと本当に良い結果がたくさんあります。シドムルレチノールは私が使った場合刺激はありませんでした。ドクターディパランとレチナールクリームに慣れてる方にはおすすめします。では使用感です。とろっとした液体が入って塗りますとベリーの香りがします。ほのかなベリーの香りです。レチノール特有のベタつき感はなく、スッと塗っては吸収されて、使うのにとても着心地良いレチノールセラムです。ここまでがレチノール商品の紹介でした。今年はこの動画で終わりですが、今年はコラボ商品を完成させたり、とても忙しい日々でもありました。コラボ商品全部がふんばき家族に満足いける商品だったので、とても嬉しかった年でもあります。来年も今年のように頑張りますので、よろしくお願いします。ふんばき家族皆様、良い年末年始を過ごしてください。ではこの動画が参考になった方、少しでも良いなと思われた方は、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタンとチャンネル登録は動画作りの励みになります。では次の動画で会いましょう。